はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、冒頭ご覧いただいた路線バスによる危険な運転の映像に関して、こちらの映像で記録されている路線バス会社の関係者を名乗る人物から、公開されている映像を直ちに消せ、消さなければ直接実力行使で話をつけに行ってやるとの内容の脅迫・強要に該当する可能性が極めて高い悪質な電話が、私あやとサロンの運営をサポートしていただいている提携法人の会社代表、代表取締役社長の方にありまして、すでにこの脅し行為を行ってきた人物本人が実際にこちらの会社の代表の住宅の敷地に侵入してきたことから、110番通報を受けた警察官が現場に臨場するという事件に至っておりまして、こちらに関して刑事事件ということで今後警察に捜査していただくと、まあ、簡単に言いますと刑事告訴してですね、この人物を処罰させるという流れがですね、今回確定いたしましたので、ご報告させていただきます。で、今回ね、動画を消せというような要求なんですけれども、私あやとサロン本人ではなくて、私の YouTube チャンネルの運営で提携してサポートしていただいている、まあ、会社さんのね、社長の方に今回危害を加える旨のですね、連絡がいったのかという点についてなんですが、まあ、簡単に申し上げますと、まあ、匿名掲示板等でですね、この代表ですね、会社の社長の住所、そして氏名がですね、まあ、不正に公開され、この住所があやとサロン本人の、まあ、住所であろうと、で、この会社の代表、社長もあやとサロン本人であろうといったような、まあ、全く事実でない情報に基づいてですね、まあ、こういった脅迫行為を行ってきた人間がいるというような状況になっております。まあ、要は私、あやとサロンと勘違いをして、この会社の代表ですね、私の友人でもあるんですけれども、こちらの方に対してですね、脅迫行為を行っている人物がいるというような状況になっております。で、今回この件についてですね、まあ、具体的にどういった状況に今なっているのかというような点について進捗の方をお伝えしていこうかなと思います。で、まあ、そもそものね、事件の発生といたしましては、私あやとサロンのチャンネルの方で公開させていただいているメーカーさんですとか店舗さんですね、店舗の紹介なども以前させていただいていたんですが、私の方でね、宣伝等を行わせていただいた企業様に対して不審な電話がございました。まあ、簡単に言いますと、あやとサロンの情報を教えろ、あやとサロンに関して知っていることを全て話せといったような不審な電話が S という人物からございました。で、この S という人物に関してはですね、その翌日、私あやとサロンの活動をサポートしていただいているステッカーの販売ですとかトレーラー研修会等でサポートしていただいていた提携法人の代表取締役社長の住宅の近隣の住宅ですね、要はその近所の住宅に対してこういった内容の電話をですね行ってまいりました。あの社長の自宅があやとサロンの自宅だということはもう分かっているんだ、俺は今からその家に行って話をつけに行く、その社長の家に向かうからな、こういった内容の電話があったそうです。まあ、刑事犯罪でいうところの予告というものですね。社長本人ではなくてその近隣の住宅ですね、まあ、電話番号等を含めてどこからこういった情報を得たのか、これについては定かではありませんが、まあ、本人がまあ主張するにはですね、5チャンネルをはじめとする匿名掲示板、それから近隣の住宅の住民に対して直接訪問等を行って、まあ、近隣の住宅の情報ですね、電話番号ですとか誰がどこに住んでいるのか、こういったような情報を不正に調べるといったような犯罪行為を行ったそうです。で、こちらの社長さんに関しては、まあ、近隣の住宅からこういった内容の電話が来ているといったような通報を受けてですね、直ちにご本人は所轄の警察署の方に直接出向いて被害の相談をされたとのことでございます。ちょうどこのタイミングですね、社長さんがまあ警察署の方に向かったタイミングで、この脅迫を行ってきた人物が今度は社長さんのね自宅の方にその敷地に侵入してきたというような状況になっております。ちょうど家が留守だったということもあって、警備会社ですね、こちらからの通報を受けてですね、まあ、不審な人物がまあ家の中に入ってきていますと、敷地に入ってきていますというようなことで、じゃあすぐに警察官向かいますという話になりまして、110番扱いで警察官が自宅の方にやってきたそうです。ただ110番通報を受けて警察官が現場に臨場した際には、この不審な人物はすでに敷地から逃走した後であり、まあ、ギリギリのところであったんですが、まあ、捕まえることはねできなかったというような状況になっております。
で今回ですね、近隣の住民等も含めてかなり大きな騒ぎになっているそうで、この段階でね、当然刑法でいうところの、強要罪がね、成立する可能性が非常に高いんじゃないかといったようなことで、社長さんとしてはもう厳罰に処していただきたいというようなことで、強要罪でですね、今後刑事告訴すると、警察に刑事告訴をしてですね、犯人を捕まえていただくという方針が弁護士立ち会いのもとでですね、これ決定いたしまして、今現在ですね、本格的に警察を介入させながらですね、刑事捜査等を行っていくといったような状況になっているとの旨をですね、昨日社長さんの方からご連絡いただきまして、こちらについてね、ぜひ動画の方でもね、お話ししていただきたいといったようなご要望がございましたから、今回緊急なんですけれども公開させていただきました。で今現在ですね、警察がどういった動きをしているのか等については一切公開することはできないんですが、この人物ですね、要は脅し行為を行ってきた人物に関しては、ご丁寧にも自分の氏名と電話番号を伝えていると。でこちらの電話番号に対して警察が確認したところ、本人がね、住宅の敷地に侵入したことを認め、また刑法の脅迫強要に該当すると考えられる電話を実際に行ったことを認め、本人であるとのことも認めているという状況でございますから、要はこの段階でね、本人が一連の行った行為ですね、これを全て認めているという状況になりますから、今後刑事告訴が行われ、警察の捜査が行われれば、かなりスムーズにね、進んでいく案件になっていくんじゃないかなと思います。本人が認めているわけですからね、かなり手っ取り早く進んでいくんじゃないかなと思います。で昨日ですね、社長さんの方から新たに情報をいただきまして、昨日公開した動画に関してですね、またすぐに消せというような内容の電話ですね、こちらを警察署の方にね、行ってきたというようなね、状況になっております。要はね、まだ私アヤトサロンが、その社長であるというようなね、妄想に取り憑かれているようで、私アヤトサロンではなくて、社長の方にね、電話をしていると、非常に救いようがないような状況になってしまっております。こういった不審な電話がありますと、当然警察としてはですね、こういった電話が来ましたよということをね、この社長さんの方に、その事実をね、警察の方でも記録しているんでというようなことで連絡が入るそうなんですね。愚かにもね、私アヤトサロンのチャンネル宛てにはね、一切連絡は来てないんですが、この社長さんの方に宛てでですね、警察を通じてですね、動画を消せといったようなですね、内容の通告を告知しているといったような状況になっております。当然ね、これも警察では、証拠として、これ重要な証拠としてですね、保存がなされる案件になっておりますから、刑事捜査に際してもですね、こういった情報が、かなり有利に進んでいくんじゃないかなと思います。これも当然ですね、実力行為ということで、法的に認められる可能性が非常に高いですから、こういったことをやればやるだけね、自分の立場がどんどん悪くなっていくんだよというような状況になっております。多分本人は分かってないんでしょうね。でね、今回の案件なんですけれども、じゃあ今後どういうような罪でね、この人物を、要は摘発するのかというような話なんですけれども、社長さんの話ではですね、脅迫か強要かというようなところで、弁護士さんとご相談した結果ですね、強要でいけるんじゃないかといったようなね、お話をいただいているそうです。で私も一連のお話を聞かせていただいたんですが、おそらくね、強要罪での刑事告訴になるんじゃないかなと思います。この強要罪というのはですね、実際どういうようなことに対して、処罰がなされる犯罪なのかという話なんですけれども、例えばですね、クレーマーですね、クレーマーの客が店員さんに対して店舗で土下座をするように強要する行為ですね、これ強要罪に当たります。それから、お前の店のラーメンはまずいから販売するのをやめろとか、店を畳めなどといったように威嚇して迫る、あるいは文書もしくは電話等でこういった内容の文言をですね、店舗に対して強要する、こちらもですね、強要罪の適用範囲内となります。で今回に関しては、社長さんの方にですね、電話で話をつけに行くと、お前待ってろよと、というような内容の、文言を告知していると、加害の告知に当たる可能性が非常に高いですから、他人をね、脅迫威圧することによって、義務のないことを行わせようとしているということで、こちらね、当然刑法第223条の強要罪ですね、こちらに該当する可能性が非常に高いというようなことで、この線でね、おそらく刑事告訴がなされるんじゃないかなと思います。こちらね、強要罪に関してもね、少しお話をしてまいります。この強要罪に関しては、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪となります。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立します。でね、強要罪ですね、これ結構ですね、罪は重いんですね。刑法第223条、生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した者は3年以下の懲役に処すると規定されています。罰金刑はありません。懲役刑のみとなります。親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した者も前項と同様とする、こちらがですね刑法第223条で規定されている脅迫の、罪の中の強要罪となります。これ罰金刑がありませんから即懲役刑ですね、懲役となります。初犯であればですね執行猶予等がつく可能性もありますが、軽犯罪等を行っていたり、要はね私以外にも脅迫強要ですとか、あるいは名誉毀損、それから侮辱罪ですね、こういったような罪に該当するような行為を過去に行っている人物であるとするのであれば、即懲役になる可能性もね十分に考えられる、刑事犯罪になってまいります。で今回に関しても電話等で脅してですね、動画を消せと、消さなければ実力行使を行う可能性がある旨を告知して行っておりますから、これ明らかに強要罪がね、該当する犯罪になってくるんじゃないかなと思います。で今回社長さんに関してはこちらの強要罪で刑事告訴をする予定であるといったようなお話をいただいているんですが、私アヤトサロンと同様にですねこちらの社長さんに関しても一切の示談等には応じないというようなねお話をしております。当然本人との意思の疎通、これに関しても拒否するといったような意思を明確にされておりますから、今後ですねこちらの社長さんの方にアプローチを取ろうとしたりとか、当然住宅等にやってきてですね、何か話をしようとした段階で相応の対応を行うといったような意思も明確にされております。で警察の方もこの威圧行為を行ってきた人物に対しては接近の禁止ですね、社長の住宅には当然立ち入ってはならないし連絡等をしてはならないということをですね明確に警察官の方から告知をされているそうなんですね。で今回の電話行為等についても当然ねこの会社の社長さんは、自らの電話番号を公開しておりませんし、不正に公開された番号等を持ってですねうちでご紹介させていただいた企業さん等に電話をかけたりとか、あとはこの社長さんの近隣の住宅の住民の方ですね、こういったところに電話をかけてですね、今から乗り込みに行くからなというような、文言を告知しているということでございますから、当然ですね非常に大きな恐怖感恐怖心を感じていらっしゃったものと思われます。当然ね内容としても相手を畏怖させるに、相当たる内容となっておりますから、こういった行為自体がですね刑法第223条で規定されている生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、この部分にですね相当すると相当するに足る行動であるということがね、当然、裁判所の方でもねおそらく認められる可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。これもね非常に有名な話ではあるんですが、刑事犯罪に関してはですね起訴されれば第一審における有罪率は約 96.3% でございますから、ほぼ有罪ですね。懲役刑しかない犯罪であれば、当然懲役刑になるといったような状況になりますので、今後も新たな情報があり次第私のチャンネルの方でねお話をしてまいります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アヤトでした。おやすみなさい。アヤトサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、検挙に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。